浜田知事は今日の定例会見で来年夏の参議院選挙について憲法改正での合区解消は間に合わないと懸念を示し、法改正での合区解消を目指して今月東京で衆参両院の国会議員に政策提言を行ったことについて次のように述べました。本県は補選も含めましてもうすでに4回合区の選挙を経験しておりますけれども、この合区が固定化されるということを何としても阻止したいという思いがございますので、そうしたことからするとまずは当面法律改正での対応ということをお願いをしてきているということであります。また17日の地震の際、宿毛市が災害対策本部を解散したと県に誤って報告し、県が災対本部を18日に一度解散した後、宿毛市の報告を受け翌日に再設置した問題で、浜田知事は県の場合は配備体制というと災対本部を解散し簡素な配置体制を指すが、宿毛市では災対本部の継続を指していて齟齬があった、今後再発しないよう徹底すると強調しました。